最帯がつながっている母親と子供最帯は、いわゆるへそのと呼ばれるもので、胎児と胎板とをつなぐ白い環状の組織。胎児は胎板を通して、母側から酸素や栄養分を受け取り、老廃物を母体側に渡すが、胎児と胎板をつないでいるのが最帯である。個人差はあるが、 出生時の最帯は概ね太さが2トル、長さが50から6 0トルほどで、最帯には2本の最帯動脈と1本の最帯静脈が流れている。時に、胎児の体のある部分に巻きつく、最帯下なや胎児便出前に子宮口から先に脱出する、最帯脱出といった状態に陥ることがあり、胎児化失や胎児死亡の原因になりうる。分娩後、 新生児の直近で切断される。出産直後に切り離された最帯から採取された最帯血は増血幹細胞に富み、採取されて専門機関で直ちに処理された最帯血は白血病などいくつかの難治の疾患の治療のための移植に用いられる。これを最帯血移植と呼ぶ。また、日本では新生児から 自然脱落した採体を記念に保存しておく風習がある。日本では胎盤や採体を勝手に処分することはできない。また、妊娠12週以前の死体も同様である。これらは、手術に使われた綿やガーゼなど他の産後物などと、共に地方自治体が処分方法を条例で定めている。東京都では、エナおよび産油物取扱業取締条例により、 処分方法を規定している。命綱や外部からの動力などの供給ケーブル類をへそのうと故障することがある。ありがとうございます。